すごいね。カウナスからシャウエイって場所までバスに乗っていきます。マイナス3度です。値段は9ドルで、ちげえ、9ユーロで、時間は3時間です。3時間のバスを終えてシャウレイに到着しました。シャウエイ、シャウレイに到着しました。意外と都会です。都会っつったらだけど意外とシティです。あの有名な十字架の丘っていう場所に行きたいと思います。すげえ逆光だ。十字架の丘までタクシーを今手配してもらってます。気温はマイナス1度です。ネオタクシーっていうタクシーで行くみたいです。で、プラットフォームの位置、ここで待ってるとタクシーが来てくれるみたいです。十字架の丘の行き方ですが、バスで行く場合は片道1ユーロ、バス停から降りてさらに20分雪道の中を歩きます。で、バスの本数は1時間に約1本なので、もしお金に余裕がある方はタクシーの方が全然楽です。ちなみに白タクの人が交渉に来ますが、ちょっと高いのと何かあった時にめんどくさいので、ショッピングモールの中のインフォメーションから呼んでもらうのが一番安心だと思います。十字架の丘、20分で到着しました。こんな感じです。冬なので、もう自分たち以外誰もいないです。世界中から十字架を持ってきてここに置いていくそうです。すごいね、ネックレスのやつすごいいいね。上から見た方がすごいかもね、これ。すごいね、これ頂上かな、今雪で見えないけど、ちょっとした丘なんだろうね、多分。サングラス忘れてしまったので、ちょっと眩しくてもう何も見えないぐらいの状態です。これ夏も来たいね。はい、こんな感じでリトアニア十字架の丘でした。ではまた、ボンボヤージュ、バイバイ。